前回の動画でお寺関係の支出の抜けがあったので、それを追加して表にしてみました。お寺の出費は最低限としましたので、毎月2万円の赤字で済んでいますが、法事を行うとなるとお手上げですね。不甲斐ない子孫でごめんなさい。最後は自分ともども無縁さんになってしまうのでしょう。それどころか寺の存続だって怪しそう。机上の生活設計では、あと25年間生きると仮定して、毎月2万3000円まで補填できる蓄えがあるので、このままの計画でも生活できるでしょうが、人生一寸先は闇。切り詰められそうな支出がいくつかあるので、設計し直しが必要ですね。定年後も週に何日か数時間でも働けば、蓄えに手をつけることなく暮らせるのでしょうが、働きたくないじゃないですか。綱渡り生活ではありますが、月2万円の補填で3000円分蓄えに手をつけなければ、25年後に90万円残る計算になります。ああ希望の光。90万円。なんとなく今悲しい気持ちになりました。年金100年安心プランとは何が安心だったのでしょうか。内容はどうあれ、年金という名の制度は100年残すと意気込みを見せたのでしょうか。住まいが賃貸ではないので、まだのんきなことを言ってられますが、これが賃貸アパートでも借りるとなると、死ぬまで働き続けること確定。 Death と言いますか、働けなくなった時点で破綻です。一時夫の定年に合わせて離婚する妻が流行っているかのようにマスコミで取り上げられていたことがありましたが、そんなことをすれば金銭的に老後は茨の道となり、最終的に破綻する可能性が大きいのかもしれませんね。夫の定年離婚より仮面夫婦生活がおすすめでしょうか。さてここでようやく本題です。机上では手取り月額11万3000円余りの年金と蓄えたお金があるので、25年間は最低限の暮らしを送れるはずでしたが、現実はそうはならず、机上の生活設計は机上の空論に終わりました。机上の生活設計も何も本人が考え作り上げたプランではなく、私が後追いで作ったプランなのですから、そもそもこの通り行くわけがありません。年金生活開始から6年で生活が破綻しました。交際範囲のコンパクト化ができず、決して乗り続けることができない、車を手放さなかったという愚かぶり。この件一つだけでもいずれ必ず家計が破綻することは確定ですが、現役時代の生活を半分以下に変えることが基本という意識はほぼなし。意識のかけらが見えたのは引退直後からパート勤めに出たことですが、半年で辞めた後は働きに出ることはなく、6年間で貯蓄をすべて使い切ってしまいました。それ個人の感想ですよね。の見地から言わせてもらいますと、現役時代から家計簿をつけてない人や年金生活を始めるのにあたって
事前に生活設計すらしないどんぶり勘定な人は老後破綻予備軍入りとなってしまうのかもしれませんね。2004年の年金100年安心プランではないけれど、もろくも崩れ去ってしまった年金25年安心プラン。まさか6年で預貯金を使い果たし安心プラン終了となってしまうとは。収入が現役時代の半分以下なのに現役時代の生活を改められない人がいると話に聞いた通りの人が確かにいた。預貯金を使い果たしたとしても月額にすると手取り11万3000円の年金はあるわけで、借金さえなければ年金生活設計の構築し直しで支出を極限まで減らせば暮らしていけるはず。がしかしこの人本人には生活設計プランなど花から存在しなかった。そんな状況下で本人に平穏な暮らしが訪れないであろうことは想像に難くない。もちろんその後にすったもんだがあったわけだが、それはまた別の話。